はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、今日も仕事行けました。はい、でもね、昨日は本当に疲労困憊で、もう本当にもう動画撮れなかったです。だからショートになっちゃったんですけど、本当すいません、ショートになっちゃって。もうね、口を開けばね、仕事が終わらないだの、仕事が大変だのっていうことしか言ってないよね。もうそれじゃあそんな動画じゃつまんないよね。もう口を開けばそれしか言わないんだもんね、最近ね。もうほんとごめんなさい。もうそれだけなんかね、仕事が大変で、今日もね、ちょっと見えるかな、よいしょ、これこけました今日もこけました。もうやだ、バイクが起こせなくて、もうほんと大変だった。もうマネージャーが来てくれて、たまたまっていうか、もう道がわかんないですって言って、もうヘルプの電話をして、でも時間が迫ってるからどうしたらいいでしょうって言ったら、すぐ行きますって言ってくれて、で来てくれる途中に私がこけちゃって、そう、方向転換しようとしたらこけちゃって、もうね、本当に辛いけど、今んとこやめてないね。行ってるね。なんだろう、大変だけど自分に合ってるのかな、ちょっとわかんないんだけど、自分でも合ってるかどうかわかんないんだけど、でも時給換算したら本当にいくらって感じの最低賃金を下回ってまでやる仕事なのかって考えた時に、まあちょっと泣いちゃったりはしたんだけど、家で。私どうなんだろうって、こんな仕事続けてていいのかな、ちょっと今も投げてきちゃったけど。こんな仕事続けてていいのかなって、この仕事続けてていいのかなって思いつつ、だけど、ここでもうやめちゃったらお金が途切れちゃうから、そしたら生活できなくなっちゃうし、まあ日雇いとかやればいいんだろうけど、でもそれもね、なかなか登録とかしなきゃいけなくて、すぐには働けなかったりするから、だからやめずにちょっと今の仕事を続けてるんだけど、なんだろうね、自分に合ってると思ってるからやめないのか、何なのかちょっとよくわかんないんだけど、ちょっとね、もうとにかく辛いけど頑張んなきゃっていう思いがあるのか、もう意地になってんのか、ちょっとよくわかんないんだけど、多分もっと楽で時給がもうちょっといい仕事多分あると思うんだけど、なんでこの仕事を言ってるのかもちょっと自分でもよくわかんないんだけど、でもとにかくもうお金を途切れさせないっていう、稼がなきゃっていう思いなんだけど、でも稼がなきゃって言ってる割には最低賃金下回っちゃってるから、稼いでの稼ぎ
気になってないし、なんかもうよくわかんないな。すごい疲労はすごいし、ちょっともう、でもまだやめない。自分の思考が、まだ、なんかもうよくわかんないんだよね。それで泣いてるし、だったらやめればいいじゃんっていう話だし、自分でもね、ちょっと今よくわかんない状態。そう、もうこんな感じです。もうちょっとね、泣いた状態で視聴者の皆さんに心配をかけてしまい、すいません。とにかく自分でもどうしたらいいか今わかんない状態の中、とりあえず前に進んでるっていう感じですね。日々毎日を送ってるっていう感じですね。そんなわけで、なんかちょっとよくわからない動画になっちゃったんですけど、なんか助けてください。どうしたらいいのかわかんない。というわけでね、今日の動画はなんかちょっと、ちょっとわけわかんない動画になっちゃったんだけど、とりあえず明日も仕事には行くっていう感じですね。本当にいつもご覧いただいてありがとうございます。本当にもう見てくれてる方感謝してます。本当にありがとうございます。本当に感謝してます。いつも見てくれてありがとうございます。そしてコメントをくださってありがとうございます。はい、これからもね、仲間を増やしていきたいので、はい、ぜひともね、グッドボタン、チャンネル登録、拡散、もっちゃんママチャンネルっていうチャンネルがあるよっていうのをね、周りの方に広めていただけたらなと思います。はい、それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いできたらと思います。それではバイバイ。